ホッケ寺、ホッケ寺は、奈良県奈良市ホッケ寺町にある、仏教寺院。奈良時代には、日本の総国部天寺とされた。三号はなし。本尊は十一面観論。会期は、光明皇后である。元は、新聞立宗に属したが、平成十一年、1999年に同宗を、離脱し、光明宗と称する。光明皇后ゆかりの門跡二次として知られる。 門跡寺院とは、皇族、貴族の子女などが住職となる格式の高い寺院の章。東大寺が全国の総国文寺であったのに対し、北家寺は総国部天寺と位置づけられ、詳しくは、北家滅在の寺といった。北家寺の地には元藤原夫人の邸宅があり、夫人の没後、娘の孔明氏、すなわち、孔明皇后がこれを相続して、皇后宮とした。 天平十七年、七百四十五年五月、皇后宮を宮寺としたのが北家寺の始まりである、俗に本気。この宮寺を北家寺と称したことが文書で確認できるのは、二年後の天平十九年、七百四十七年からである。聖武天皇は、天平十三年、七百四十一年二月十四日、国分寺。 国分日根流の御事のりを発した章の日付は類寿三大閣による。北家寺はこの御事のりに基づいて根流整備された国分天寺である。ただし、前述のように、北家寺の前身である皇后宮を宮寺としたのは4年後の天平17年745年5月のことであり、国分天寺を意味する北家寺の事号の使用が確認できるのは、 天平19年、747年正月の、北家自慢ど町、正僧院文書が所見である。国分寺、国分寺根流の御事のりが発せられてからの、数年間、大和国の国分天寺は存在しなかったのか、存在したとしたらどこにあったのかなど、創建経緯の細部については、不明な点が多い。福山敏夫は、天平16年6月8日付の根、昆虫、 明ケデラ社教書文書、詳僧院文書に、ホッケという寺名が見えことに着目し、現、ホッケの創建以前に、別の場所に、ホッケすなわち国部天寺デラが存在したこと、それは、東大寺の前身寺院である、今主寺に属していた、阿弥陀堂であろうという説を唱えた。ホッケは、皇后発願の寺院であり、国部天寺デラという位置づけでありながら、 ガランの完成までには相当の歳月を要したと見られる。天平法治六年七百六十二年の作近藤書下帯、造近藤書下案という文書を見ると、この時点で近藤の混流工事がまだ続いていたことがわかる。なお、北家寺造営のための役所であった造り北家寺氏は延暦元年七百八十二年に廃止されており、遅くともこの頃までには、 ガラン整備が完成していたとみられる。発掘調査の結果、奈良時代の北家寺の境内は、平城宮東宮の東に接し、北は一条城関路、南は二条城関路、東は東に坊寺、西は東一傍坊関路を境として、南北三丁、東西二丁に及んでいたことが分かった。創建当初の近道や行道は、現、北家寺南門のさらに南に位置し、 近藤の南に注文、その南には東西領島があったことが分かっている。さらに、境内南西部には、天平法治3年、759年から翌年にかけて建立された阿弥陀浄土院があった。阿弥陀浄土院は、上六の阿弥陀三尊像を本尊とし、俗に本気によれば、天平法治5年、761年、光明皇大号の一周期がここで営まれている。 北家寺は平安京戦と以後は次第に衰微し、平安時代末期にはかなり荒廃していたことが当時の記録から伺える。自称4年、1180年の平重平の陛下では、東大寺、幸福寺が炎上し、北家寺も被害を受けたという。鎌倉時代に入り、東大寺大仏の再興を果たしたそ長元は、兼任3年、1203年。 北家寺の道具や仏像を再興した。現在も寺に残る鎌倉時代様式の木造仏塔は、この再興寺の本尊路舎那仏、る舎那仏の頭部であると推定されている。さらに、その半世紀後、鎌倉時代中期の新言立宗の僧、映像によって本格的な復興がなされた。その後、明王八年、1499年12月、 山和国に攻め込んできた細川正元の家臣赤沢智常によって焼き討ちされると栄昇三年1506年7月再び攻め込んできた赤沢智常によってまたも焼き討ちれたその上慶長元年1596年には地震にもあって最終的には東東以外の建物を失った現在の本堂首老南門は慶長六年 1601年頃、豊臣秀頼と母のヨドデが、片桐勝本を武行として服したものである。なお、陛下や地震の被害を免れていた東東は法営4年、1707年の地震で倒壊した。北家寺は、永存の時代以来、新言立宗における門跡寺院としての自覚を保っていたが、1999年、 平成十一年に創建当時のように独立した寺に戻ることとなり、光明皇后にちなんで、光明衆と名付け離脱、独立した。二千十年、平成二十二年五月六日から八日には、光明皇后千二百五十年大延期法要が実施された。国家宝、北家寺の本尊、造一点零零メートル、本堂の図紙内に安置する。平素は、 非公開で春と秋に期日を限って回避される。天竺、インドの武士、門同士が光明皇后の姿を模して作ったと、右伝承を持つが、実際の制作は平安時代初期、旧世紀前半と見られる。この伝承は幸福寺乱小期に見られるもので、それによると、カンダラ国、今のパキスタン北部、ガンダーラの未成王は、生身、 精人の観音を拝みたいと熱望していた。王はある世の夢で、生身の観音を拝みたければ、日本の光妙皇后を拝めばよい。遂げられたので、門道師という物資を日本に使わした。門道師は、光妙皇后をモデルに3体の観音像を作り、そのうちの1体が北京寺の観音であるという。像は、茅や材の一目像。保存状態もよく、 平安時代彫刻を代表する作品の一つである。制作当初から、彩色や金箔を施していない、素木像で、髪、眉、ひげなどに群青、唇に種、白目に白色を塗り、瞳、肩に垂れる髪、冠や腕線などに銅板を用いる他は、木肌の美しさを生かした、素地仕上げとする。両、手首から、先や、天衣の有利部分など、 ごく一部を別材とするほか、刀、体の主要部から、レンゲ座の中心部分、その下の信房まで一材から掘り出した一、木像である。経典には十一面観音像は、断像、つまり、鉱木の白断、白断を用いて作るべきことが説かれているが、白断を産しない日本では、火材で白木仕上げの像を断像とみなしていた。本像も、断像として作られたものと思われる。 台座は、象のレンゲのもとを一本の細い茎で支える、珍しい形式のものである。後輩も他にほとんど例を見ない形式のもので、ハスの未開の花と葉を表している。この後輩は、明治三十八年、一九百五年の補作だが、古い後輩を踏襲して作ったものである。象は左足に重心を置き、右足を遊ばせ、右足の第一子がやや持ち上がって、 歩み出そうとする瞬間を表現したかのようである。右腕を極端に長く表現するのは、フッツの32章80種ヨシミの一つである、成立島馬膝章、小竜島馬質相を表したものである。本像の顔形表現、胸部と大腿部の両感を強調した、プロポーション、太い膝と細く鋭い膝を交互に刻む、本場式絵門などは、平安初期彫刻特有の様式である。 和辻哲郎、古事巡礼、亀井正一郎、美貌の皇后はいずれもこの像の表を豊満な女体に例えて賛美している。本像は当初からの本尊ではなく、近世初頭に本堂が再興された際に本尊とされたものと考えられている。憲法四年千二百十六年頃成立の諸事根流次第という資料によると、当時北家寺の本尊は大日如来であり、 その背後に、白壇の観音像があると記されている。近世の知種である、和州寺社記、漢文六年1666年には、現在と同様、本堂の本尊とされている。出典、2000年までの国宝、重要文化財指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、 2000による。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。